どうもナオチンです。さあ今日もファイアーエンブレム武装をやっていきましょう。今日はベレトの入手方法ですね。やっていきます。赤、青、黄色、3つのルートでそれぞれ入手することができますけども、今回は黄色のルートでやっていきたいと思います。入手には共通点がありまして、それがベレトを倒さないことですね。戦って倒すこともできるんですけども、倒さないように行きましょう。そうするとね、入手できると思いますのでやっていきます。ではスタートしますね。ベレトを仲間にするステージではこの表示が出ます。この戦闘での行動で物語が大きく変化します。これが出るところでベレト入手することができます。おそらくエピソード10で共通だったと思います。確かね、黄色と赤は10だったんだけども、青が、どこだったのか忘れたんですよね。多分10か11になります。でこの作戦のところですけども、赤と青には、専用の作戦があります。その作戦を発動するように動いてください。で黄色ルートには作戦はありません。何でもいいのでつけていってください。ではスタートです。それでは進んでいきましょう。まずはですね、黄色ルートではベレトが出てくるまで、そして、赤青ルートでは専用の作戦が発動するまである程度進んでいってください。途中でね、赤青ルートは倒しちゃいけない敵とかもいるんですけども、まあ、それはちょっと自分で考えながらやってみてください。今回はね、黄色の方でやりますので黄色の説明をしていきます。黄色は特に倒しちゃいけないキャラクターっていうのはいません。そのまんま進めていくとベレトのところに、到着しますので、とにかく先へ先へ進んでいきましょう。お、出てきますかね、そろそろ出ました。でここで、倒しに行ってはダメです。倒しに行かずに、クロードの退路を確保するように動いてください。これで、ベレトのところに行ってはダメです。とにかく、逃がすように動いてください。あ、で仲間たちがね、向かっていって倒されるとよろしくないので、仲間たちも下げるように、してくださいね。仲間たちもしっかりと下げておいてください。とにかくベレトに、ダメージ、まあ、与えてもいいんだけども、極力ダメージを与えずに放置しておいてください。で道中敵が、いくつか出てきますので、それを倒してスムーズにね、逃がすようにしていってくださいね。ベレトがねもう全速力でこっちに来ますので、もうとにかく逃がす、もう逃がしまくってください。こう挑み撃破せよって出てるんですけども、撃破してはダメです。とにかく逃げます。では出た。ソードマスターがね、何体か出てきてすごい邪魔してくるので、即倒して、退路を確保ですね。逃げて、下にもいるな、これ下にもいるおい、いや、いないか、倒してる、まだまだ出てくるもんね、ソードマスター。よっしゃ、これでうまいこと先回りしてね、敵を倒しまくって逃がしてください。どこだ、あ、ミソンね、こいつも倒しちゃって構いません。あの娘に手を貸してやろう。
ゴリ押しで倒して、先に進んじゃいましょう。覆面が出口は目標。ウォーリアもいる。激圧で突破するぞ。どこだーん。あ、そこで足止めされてるな。足止めをされてますね。どこだどこだどこだ。いた。ちょっと早めに倒さないと、ベルト来ちゃいますので倒しておきましょう。で逃がす、とにかく逃がす。でまだ確か出てくるもんね。一番右下の、拠点まで戻れば OK です。あとはその後はクリアするだけとなってますけども、あと2体ぐらい出るかな。出たね。 OK。 はい、逃げて。でクロードがそっちまで逃げるとOK です。OK。であとはベレトがそっちの方に、誘い込まれますので、反対側の道を通って上、もしくは転移しても大丈夫ですね。行きましょう。あとは右上のボスを倒しておしまいです。まあ、鍵持ってるので、一応取るか、一応取りに行きます。フレッチ倒せば終わりなんだけども、まあ、倒す前に開けましょう。フレッチが出てきたか。灰色の悪魔が引っ込んでる今のうちに撃ち取るんだ。でベレスがねフレーチェの元に行こうとするんですよ。でそこで倒してもダメなので、とにかく先にフレーチェを倒すことですね。これ間に合うかな、間に合うか。とにかくダッシュで行けば宝箱だけゲットしていけそうですね。よっしゃ。で、ベルト来る前に倒しちゃいます。うん、いや私にいらない。このまま倒していきますね。よっしゃ。もう武器が強いので敵が弱すぎるんだよね。はい。で倒すとクリアです。クリアタイムが9分52。まあまあこれぐらいでしょう。まだまだ。で MVP は自分ですね。でここでついに仲間になるんだよね。ベレトが仲間になりました。はい、ということで今日は黄色ルートでのベレトの入賞法をやってみました。まあ黄色が一番簡単だと思います。赤青はねちょっとめんどくさいんですよね。はい、ということでこんな感じでやってみてください。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。